Who are you? I'm Travis. Travis Scott. 激しいライブパフォーマンスと独自の世界観を持つ音楽で全世界のファンを魅了するトラビス・スコット。資産は70億円を超え、トラビスは現在世界で最も稼いでいるラッパーの一人です。ひとたび有名ブランドとコラボすればアイテムは即完売。常に時代の最先端を行く彼のファッションや派手な暮らしぶりは注目せずにはいられません。先日来日し、ジョーダンブランドのイベントにてサプライズで登場。日本のファンを驚かせました。今回はそんな彼のライフスタイルを見ていきましょう。トラビス・スコットの本名はジャック・バーマン・ウェブスター。1991年テキサス州ヒューストンのサウスパークに生まれます。祖母と一緒に6歳まで暮らしていましたが、治安がとても悪い地域だったので同じ州の中流階級の地域であるミズーリシティに引っ越し、両親と暮らし始めます。高校卒業後は地元テキサスの大学に進学しますが、音楽のキャリアに専念するために中退してしまいます。トラビスの両親はこのことに激怒し、トラビスへの仕送りを打ち切ってしまいます。その後彼はニューヨークに移りますが、思うような結果が出なかったので LA に移ります。その間トラビスはずっと友人の家のソファーで寝ていました。最終的には友人のクリス・ホロウェイとザ・グラジュエツというデュオを結成します。2008年に彼らの最初のプロジェクトになった EP が当時流行していたプラットフォーム MySpace でリリースされます。 1年後、トラビスはOG チェスと新たなデュオ、ザ・クラスメイツを結成。2009年から2010年の間に2つのグループのプロジェクト制作に携わりました。しかしザ・クラスメイツは金銭的なトラブルや個人間のトラブルによって2012年解散してしまいます。そんな中、トラビスの楽曲ラブシックが南部の大物ラッパー T.I. の目に留まり、彼のスタジオに招かれます。しばらくしてから T.I. のレーベルグランドハッスルレコーズとの契約に成功し、トラビスは少しずつ勢いに乗っていきます。そして2013年、グランドハッスル所属のアーティストとして初のミックステープオールファラオをリリース、注目を集めます。このミックステープにはミークミル、トゥーチェインズ、エイサップファグなど名だたるアーティストが参加しました。同年、あのカニエ・ウェスト率いるレーベルグッドミュージックともプロデューサーとして契約。さらには新人ラッパーの登竜門として知られるヒップホップ専門誌 WXL の WXL フレッシュマンに選出。トラビスはヒップホップ界に認められていきます。翌年、セカンドミックステープ Days Before Rodeo をリリース、大ヒットします。ヤングサグやプロデューサーのメトロブーミンと全米でライブを行い、着実にファンを増やしていきます。そして2015年、デビューアルバム Rodeo をリリース、ビルボードのラップアルバムチャートで初登場第1位、全体で第3位の快挙を達成します。2016年にはセカンドアルバム Bars in the Trap Sing McKnight をリリース。トラビスにとってこのアルバムがビルボードチャートで1位を獲得した最初のアルバムになりました。アルバムの中でも Goose Pumps は YouTube 上で再生回数8億回を超える大ヒット曲になりました。 I get those goosebumps every time I need the heim。2017年、トラビスは自身のレーベル、カクタスジャックレコーズを設立。カクタスジャックには、ドントリバーやシェックウェズ、ソフェーゴーなど、若手アーティストたちが所属しています。そしてついに2018年、アストロワールドをリリース。アルバムは全米初登場1位を記録し、トリプルプラチナディスクに認定されます。ドレイクをフィーチャーしたシングル、シッコモードは特にヒットし、全米ナンバーワンを達成します。また2019年には自身のレーベルカクタスジャックのコンピレーションアルバムジャックボーイズをリリース、全米初登場1位を記録しました。同年、ネットフリックスからはドキュメンタリールックマン I can fly が配信され、ライブでの熱量、ファンへの思いやり、地元ヒューストンへの愛情が込められています。名実ともにスーパースターになったトラビスは現在70億円以上の資産があると言われています。そんな彼は一体どんな暮らしをしているのでしょうか。見ていきましょう。What's up, YouTube? まあ、来たよ。グロディです。もう、芸者、それはもう、芸者ブランドだと。遊びじゃねえよ、これは、プルッと。やっぱ、この芸者ブランド、遊びじゃねえよ。だから、俺みたいに、吸っていい気分になりたいと、落ち着きたいと、ストレス効果になりたい人間がいたら、もう、ここのブランドからも買ってねっていうのも、彼らも遊びじゃないよ。もう、終わりだよ。だから、
はい、ぜひね買ってください。それではトラビスは現在ロサンゼルスのブレントウッドに2,300万ドル、日本円にすると30億円以上の豪邸に住んでいます。ベッドルーム7室、バスルーム8室もある豪邸で、他にもプール、ジム、ホームシアター、ワインセラーなどが備わっています。トラビスは熱心なカーコレクターでもあり、ガレージにはトラビス秘蔵のコレクションが眠っています。推定3000万円の価値があるランボルギーニウラカン、そして2億円のベンツカスタム G ワゴン、6億円のブガッティシロンなど挙げたらキリがありません。そしてトラビスのこだわりは車だけでなくジュエリーにも現れています。このチェーンは5000万円の価値があり、アストロワールドツアーの成功を祝って有名な宝石商であるエリオット・エリアンテによって作られました。チェーンのデザインはアストロワールドツアーのセットをイメージさせ、中央の観覧車は実際に回転します。そしてこのチェーンには150カラットの VS ダイヤモンドと1キロを超える金が含まれています。こんなに豪快なチェーンですが重すぎるのでトラビス自身はあまりつけたことがないそうです。さらにトラビスが購入した最も高価なジュエリーの一つは当時のガールフレンドカイリー・ジェナーに送ったもので、6000万円の価値があります。カイリーの化粧品ブランドカイリーコスメティックスのロゴそっくりにデザインされていて、ペンダントからチェーンまでピンクとホワイトのダイヤモンドが散りばめられています。トラビスはグリルズも愛用していて、中でもこのグリルズは宝石商ジョニー・ダンによって作られ、1組300万円の価値があります。自分以外に購入したものを含む3点のジュエリーだけで1億円を超える価値があり、これらが彼のジュエリーコレクションの一部だと考えると総額は見当もつきません。そんなトラビスはファッション業界においても強い影響力を持っていて、これまでに数多くのブランドとコラボレーションしてきました。ディオールやナイキ、レディーメイド、そして日本初のブランドとして知られるベイプともコラボしています。また著名なデザイナーである藤原博史氏とも親交があり、トラビスが来日の際には交流しています。コラボレーションの中でもナイキ、ジョーダンブランドとのコラボスニーカーは販売されれば即完売し、定価の何倍もするプレミア価格で取引されています。さらにトラビスの活躍はファッション業界だけにとどまりません。あの大手ファストフードチェーンマクドナルドとコラボセットを展開。 What's up, world? Yeah, you. I'm Travis Scott. ゲームフォートナイト内でのスキンの販売、そしてゲーム内で前代未聞のバーチャルライブアストロノミカルを開催。ライブは大成功し、9分間のライブで2,000万ドル、日本円にして約21億円を売り上げます。そんなトラビスですが、コミュニティへの社会貢献活動も欠かしません。2020年のクリスマスには地元ヒューストンで1000世帯の子供たちにおもちゃを配りました。さらに若い世代を支援するためにカクタスジャック財団を設立。デザイナーやエンジニアを目指す子供たちに教育の場を与え、彼らの挑戦や活躍をサポートしています。ラッパーとして数々の快挙や記録を更新し続ける一方、ファッション業界やフード業界など音楽以外の分野での活躍と派手な暮らしぶりで注目を集めるトラビス・スコット。新アルバム「ユートピア」のリリースも待ちきれませんし、どんどん新しいことに挑戦していくトラビスからは目が離せません。今回はラッパートラビス・スコットについて紹介しました。この動画がいいなと思ったらいいね、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。